ナビゲーターの石川優太です。今月号のゲストは地下アイドルの姫野珠さんをお招きしました。最初の年が、4月デビューだったんですけど、年間それでも100ちょいぐらいあったので、多い時、一番多い時はもう月20何本っていうのがあって、平日ももちろんたくさんやるんですけど、週末に関してはもう朝昼晩3つイベントが入ってて、ファンの人と一緒に移動するっていうのが、あって、ファンの人も3つ来てくれるんですよね、はしごして。でもありがたいと思って調子に乗ってやってたんですけど、最初の年でちょっとこの本数は無理があるなと思って、今だいたい週に2回で、月10本ぐらいにペースが落ちて、去年ぐらいまでは数えきれないほどやってきたということなんですけども、はい、実際その本数っていうのは、はい、他のアイドルの方々から比べて、はいはい、多いんですか少ないんですか。いや多分すごく普通ですね。本数に関しては波っていう感じだと思います。やる子はもう本当に月20何本っていうのをずっとキープしてやっていくので、それに比べたらもう全然少ないですね。特に今年に入ってからライターの仕事が増えてきて、ライブをあんまり入れなくなってるので、本数でいうとかなり少ないですね。それでも週に1回とかはやるんですけど、全然他のアイドルさんに比べたら少ないです。みんなやっぱ週2、3回とかは平気でやるので、やっぱり最初の頃は自分がイベントに呼ばれるっていうのがすごいなんか衝撃っていうか新鮮で嬉しかったので、今まで人前で歌ったこととかも全然ないのに、でももちろん上手いわけでもないんですよ。そんな勉強してきたこともないし、もともとそんなにめちゃくちゃ歌好きってわけでもないので、まあ突出したところがないのに、それでも呼んでもらえるっていうのすごい嬉しくて、だからもう来るもの拒まずで、何でもやりますやりますって言ってたらそれぐらいの数になっちゃうんですよね。ちょっとだけ通ったんですけど、なんかあんまりよく分からなかったのでよく分からなかった。やめちゃいました。なんかこれで上手くなるのかなみたいな。それは個人レッスン、ワンマンで。はい、個人レッスンで。ライブが忙しくてボイトレに行けないっていう、すごい本末転倒な状況だったので、もうボイトレ行くんだったらこれもうライブで歌ってファンの人に成長していくのを見てもらおうっていうのでずっとやってきました。実際個人レッスンはい、はい、講師の方から教えてもらうっていうレッスンの方法は、はいはい、他のアイドルの方々はやられてるんですか。あ、やってるんじゃないかな、みんな。ボイトレ、よくボイトレ行ってきましたみたいなブログとか見るので、多分みんな通ってると思います。ただその先生によってやり方は全然違うので、合ってる先生に出会うまでが本当に大変ですね。合っている、やっぱり自分との相性がある、指導方法が。そうですね、はい。とにかくみんな上手くなりたいっていうのは一緒なんですけど、その先生によって全然違うので、その子のいい部分を伸ばしていく先生と、何が何でも型にはめて絶対にうまくするタイプの先生っていうのがいて、練習方法もずっと基礎ばっかりやって歌を歌っちゃいけないっていう先生、私が受けてたのはそういうタイプの先生なんですけど、確かに私すごく喉が弱いので、あんまり練習でガシガシ歌ったりっていうのはもうできないので、それも今思えば合ってるなと思うんですけど、それ以外にはもう全然基礎とかじゃなくて、どれだけ楽しく歌うかっていうのをずっと勉強させるためにずっと歌わせる先生とかもいますし、本当人によるので、そういう先生に出会うまでが大変ですね。割と活動始めて3年ぐらいまでは中低音が強いようなパワフルな歌唱をずっとしてたんですけど、それはやっぱりボイトレの先生の指導で、声に張りがあって倍音があるのが偉くてうまいんだみたいな先生だったのでずっとそうしてたんですけど、途中から自分に合ってないような気がして、
最近はもうなんかこのまま喋ってるのと同じような感じで歌うようになったので、自分に合う歌い方を見つけるのもすごい大事だと思う。私でも一番成長したのはやっぱレコーディングだと思います。 CD 出す時に自分の声を録音して改めて冷静に聞き直すと。でライブに関してはもう私楽しければいいと思ってるので、楽しければいいって思ってる自分の姿なんか見返したくないじゃないですか。絶対に冷静じゃないし、そんなのそんなものは見たくないんで。でもレコーディングはどうしても撮ったら聞かないといけないので、それでやっと冷静に自分の歌声を聞いてこう直していこうとか、あこれはやっぱ合ってないなとか。で、まあ、CD 出すとお客さんの方も冷静にこの曲の歌い方が良かったとかは反応があるので、だんだんそれに沿わせていく感じですね。あの9月の17日に私がなぜか全曲ボーカルをやったフレンドリースプーンのフレスプのファーストアルバムが出たよ。全国で買えるよ。YouTube チャンネル登録お願いします。